やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。3月16日に WBC の準々決勝、日本対イタリア戦があるとのことで、占いたいと思います。今日14日なので、全然実に急いで占ってます。ニュースを見て、夜のニュース見て、準々決勝16日だよって、言ってて、あさってみたいに慌てて今撮ってます。14日の夜に。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法はリニューアルして、動画概要欄に書いてあります。お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会では、YouTube でアップできない際どい内容についてとか、こっちに全部格納しちゃってます。見てください。はい。で、ズバッとタロットいつも使ってるここで、意味が書いてあってね、丁寧に作りましたので、Amazon で発売してます。三つ目、オンラインサロン、マチュール。こっちは人生後半戦長いので、誰とどう生きる、仕事、お金、介護をどうするみたいなことを真剣に話し合う場でございます。お待ちしております。さて、楽しんでますか皆さん、野球。すごい視聴率ですね。やっぱ、日本は野球の国ですね。改めて。私もそうだけど。野球ね、野球楽しいね。うん、なんかさ、歌とかないのかなって思って。日本のこういう WBC とか、なんか日本代表を応援するための野球の歌みたいなの、みんなで歌えるようなものってないのかなってふと思ってしまったんだけど。高校野球だとさ、あれ高校野球ちゃー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 、光あふれてーとか、わー、わー、コードよ、いいぞ、たた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 って、あ、なんか、歌わないのかなって、歌わないかわかんないけど、なんか歌ったら盛り上がりそうだなってふと思ってしまったんだけど、ごめんね。はい。で、日本は勝つか。サッカーの年と同じですね。日本は勝つか。何対何か。点数も出します。もう、ズバリ、もういいんですよ。もう、外れてもいいから当て、外れてもいいから当てに行く外れることを恐れず当てに行きます。はい。で、日本目線でどんな試合になるか占っていこうと思います。はい。前回の予選はどうなるんだみたいなのって結局、半分くらいしか当たってないのかな、うん、全然答え合わせ、日本しか日本だと。プール B、オランダ、ダメだった。オランダだっけ？ダメだったよね。うん、それ外れたよね。プール A も確か何かが外れている。台湾がダメだったんだっけ？ちょっと、ちゃんと答えを見てないけど、答え合わせしないけど。はい、ズバリ日本は勝つでしょうか？ね、わかりやすく太陽とか出てほしいのね。そしたら、あ、日本のカードだってわかるじゃん。日本は勝つか。暗いカードが出てしまった。マジで。世界、死神の逆、恋人。わ、どうしよう。暗いカード出ちゃった。そう。下のこの支える土台みたいな細かいカードはみんないいんだけど、チームワークもいいし、過去、ね、悪いものを断ち切って生まれ変わるカード。完成する世界のカード。いいんだけど、勝つかのキーのカードが忍者の逆なんですよ。こんなところで負ける？いや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 、なん、玉木さん何言ってんすかみたいなね、今自分で突っ込みを盛大に入れてますけど、嘘だろうと、嘘だと言ってほしい。忍者の逆。困ったね。忍者の逆。対策注意点女強行。ちょっと、点数見ていいですか？点数。点数見ればわかるかな、何か。日本は何点か。あ、でもなんかサッカーの時もさ、なんか負けそうなカード出たけど、忖度して、いや、勝つに違いないとかって、うん、ポジティブなこと言ったんだけど、忍者の逆は結構暗いなと思って。日本何点取るか、ちょっと待って、待って、0点とかってある？日本。いいカードが出なかったらまず5点まで。うん。ほら、ない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 。
あ、困った。全部悪いカードだ。まさかの0点。そんなことある？いや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 、どうしよう。え、この動画どうしよう。私今、わかる？今は、この、葛藤。いや、なんか盛り上げていきたいじゃん。行きたいじゃん。占い関係なく。勝つよね。絶対勝つよね。みたいな気分でも、行きたいし、負けるだなんて言葉にも出したくないし、ましてや0点だなんてそんな言葉にも出したくないし。でも、そういう、人間としての私と、今、占い師としての私が、超葛藤してんの。いや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 、どう、そんなまさか、みたいな。でもそこでこんなカード出ててまで、いや、それでも勝ちますっていうのは、職業的に占い師としてあんたはどうなのみたいなのと、人間としてあんたどうなのっていうのと、占い師としてあんたどうなのっていうのは、こう、今、ぶつかり合って、大変。イタリアは何点取りますか？いや、まあいいよ。アップするよ。アップして、盛大に笑い飛ばしてほしい。うん。まあ、大外れだったね、あいつ、みたいな。うん。あいつ大外れだったじゃん、みたいな。なんだよ、日本余裕で勝ったじゃん。何だったんだよ、あいつ、みたいな。玉木。あの占い師何だったの？バカじゃねえの？みたいな。なんか、そういう、話題飛ばしてほしい。私のことを。そうなってほしい。イタリア何点？え、1対0。待ってくれ、これどうだ？待って、これいらない。こことここにいいカードが出たぞ。1対0か。5対0か。どっちだろうな。なんか向こうの方はチームワークが良さそうだ。日本が、ここに月が出たんだよ。何対何？日本、ちょっと両方書かせといて。01か05みたいな。もう、ごめんね、今ここまで見た時点で、お前ふざけんなよってなってる。人いますよね。ごめんなさい。本当にごめんなさい。いや、私の意思で、こういうことを言いたくて言ってるわけじゃなくて。あ、やだね、これね。どうしようね。どうしよう。とりあえず、日本目線でどんな試合になるか。これも見て、総合的に考えようじゃないか。いや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 、がなって。今までの、ね、WBC 史上、日本チーム、最強じゃないみたいに。あ、でも、イタリアって、あ、そう、なんか、イタリアだっけは、アメリカの大リーガーの数が一番多いのって、確か。違ったっけ？なんか、そんなことを今、ふと思い出した。イタリア、全然わかんないんだけど、イタリア。いや、なんかさ、サッカーはさ、もうあそこまで行っただけすごいよっていうテンションだったじゃない。でも、野球はなんか、勝って当然みたいな、そのくらいの今強いじゃない。あ、なんか、私今しんどいとても。私っていう人間としては、もう本気で本当に勝ってほしいよ、本当に。負けるなんて言葉言いたくないんですよ、絶対。誰か負傷者が出るか、ズバッと出ました。日本目線でどうか。最初に死神の逆。ね、これ最初にも出たよね。日本は勝つって聞いた時に死神の逆が出たよね。これは、過去とかね、古い悪いものを断ち切って再生する生まれ変わるカードです。それが一番最初に出てるのね。で、中盤に衝動的、焦るとか、慌ててしまうとか、こう理性を変えてしまうとか、短気みたいな感じが出てるの。そうなんですよ。で、あとね、チームの立場の背景になんか運が悪いとか、運命の輪の逆が出てんのね。タイミングチャンスを逃すとか。最初は良さそうなんだけどね。で、環境に騒動の3。
ハートブレイクカードが出ているので、いや、誰か、怪我でもするかなって思っちゃった。負傷なり、なんか、傷つくカードだからね。で、その後、後半、ラストの方は、着実に地道には行くんだけど、そう、その、中盤がなんか衝動的になっちゃうけど、後半、それを取り戻すべく、落ち着いた感じになりそうなんだけど、中頃なんかあるのかな？対策注意点にカップのキング、とにかく、落ち着け！気持ちをゆったり落ち着けて焦るな！言ってますね。おー、どうしよう、この動画。なんか、やだよね。アップするの。私が一番嫌なんだけど、わかってくれるといいな、この。ちょっと、本当は、二回も同じことを聞いちゃいけない、同じ日に。タロットさんに怒られます。ただ、ちょっとごめん。タロットさんお願い。もう一回聞かせて。もう一回聞いたらどんなカード出る？本当はダメよ。うん、自分で。同じことはね、そんな、この前占ったことをすぐ占ったら、タロットさんは怒るでしょ？自分のことを信じてくれないのって怒るでしょって自分でリスナーさんに言ってるくせにやるくらいには今焦ってる。わかって。この気持ちわかって。ああ、日本勝ちますかって。もう一回聞かせて。何出るかな？ちょっと見、チラ見さす。ああ、そうなんだ。女教皇の逆。なんだろうね。忍者の逆とか女教皇の。すごいなんか感情とか、理性とか、落ち着きがない。なんか冷静さを欠く感じよね。なんかね。タワーも出たか。そうだね。2回見て2回ともネガティブな感じだったね。タロットさんご協力ありがとうございました。すいません。日本は勝つか。なんかここになんか、ちょっとやだ、書くの嫌なんだけど。書くの嫌なんだけど、厳しいかな。厳しそうって書いとく。てん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 。もうなんか、こんなマークだよ。涙、号泣みたいな、ちょっと。ここにこんなのを書くのも嫌だみたいな。で、何対何は、日本がなんか0点の気がするの。0、1か0、5か。この1と5が全然すごい差がありすぎてごめんね。なんかこの間の気がする。0対1から0対5の間のなんかだと。日本目線でどんな試合になる？最初は何か古いものを切り捨てるのよ。いいんだよ。中盤がね、焦る。全体的なキーワードが、冷静さを欠く、焦る、ネガティブモードみたいな、ネガティブになって悪循環、焦る、こう、感情がこう落ち着かないみたいな、ぐるぐるぐる、あと運の悪さみたいな。で、ラストは、最後の方は、まあ安定して落ち着きを取り戻すけれど、ちょっとその時には遅いかなみたいな。まあ、でも、アップするけど一応、盛大に外れてほしい。外れてもうこれ今からもうこれアップしたらみんなで祈って、外れてくれって。外れろ玉木の占い、外れろと。ねえ、これはもう、みんなで、集団意識でね、そうなりそうなの？じゃあちょっと変えていこうみたいな。ポジティブに行こうみたいな感じで、外れてほしいっすね。自分の、いや、なんか占い師としてはそれはさ、占ったことはさ、なんか、言った通りだったねって言われるのはそれは嬉しいけど、これは外れてほしいよ、もう。やだよ、こんな当たってほしくないよ。本当に。いや、ちょっと、ちょっと自分のこの、今、せめぎ合いがもう本当に大変。まあもうこれ以上言葉を重ねてもうしょうがないので、はい、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。みんなで、
応援しよう。頑張ろう。うん。応援すれば何かきっと変わるかもしれない。頑張ろう。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。